ピアノ競争曲第20番に単調 K466 は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲したピアノ競争曲で、作曲者が初めて手掛けた単調の競争曲である。1785年2月10日に完成され、翌日に、ウィーン氏の集会所、メールクルーベで行われた予約演奏会で初演された。 ブラームスによって作曲された第一楽章のカデンツァの自筆不1781年、モーツァルトは生まれ故郷ザルツブルクを追い出され、ウィーンでフリーの音楽家として生活することになった。彼にとって、ここでの生活の糧は裕福な貴族や社交界を対象にしたコンサートであった。彼はピアノの名手ということもあり、ウィーン時代に11番以降の17曲の ピアノ競争曲を書き上げた。特に、この曲が作曲された1784年から1786年までは、音楽家として、作曲、演奏ともに演じ組みが増し、またそれらを発表する良い機会も得て、順風満帆の時期であった。モーツァルトは、単調のピアノ競争曲を2曲作曲している。華やかさが求められた当時の競争曲とは、打って変わって、 それまでの彼の競争曲には見られない、激しいパッションの表質的な性格を帯びている。暗く不安げな旋律、劇的な展開、厳しさと激しさの入り混じった感情など、とても強い表現性を持った作品と言える。次の日に初演を迎えていた前日、まだパートフのシャフが間に合ってはいなかった。土壇場で完成した曲にもかかわらず、ちょうど演奏会当日に、ビーンに訪れた父。 レオポルト・モーツァルトは、この競争曲は堂々としていて、オーケストラも立派に演奏しのけたとモーツァルトの姉・ナンネルに報告している。この曲を境として、モーツァルトらしさが出てきた作品が多くなったと言われている。この作品は、モーツァルトの死後も演奏された数少ない競争曲の一つである。第一楽章の365小説目と、 第3楽章の345小説目には、カデンツァの指定がある。作曲者自身によるカデンツァは残されていないが、若きベートーベンやブラームスはこの曲に浸水し、自作のカデンツァを作曲している。とりわけベートーベンによるカデンツァは有名で、演奏会や録音で、最もよく演奏されている。演奏者自身が作曲したカデンツァを弾くこともある。 シャルル・バランタン・アルカンは全楽章をピアノ独奏用に編曲しており、第1楽章のカデンツァでは本曲と公共曲第41番波長長計551、ジュピターの第1楽章のモチーフが、第3楽章のカデンツァでは本曲の第1楽章と第2楽章のモチーフが展開される。モーツァルトの弟子のヨハンネ・ネポムク・フンメルはカデンツァを作曲するとと,ともに、 ピアノフルートバイオリンチェロ用の編曲を残しており、白神のりこらが録音している。第23番委長長 K488 と共に、ヨシフ・スターリンが最も好んだ、モーツァルトの楽曲であり、大粛清が行われた、恐怖政治の絶頂期に、孤独にラジオを聴いていたスターリンが、たまたま流れたマリア・ユーディナが演奏した、この楽曲を聴いて、涙を流したと言われる。ありがとうございます。